はい、どうも関つばでございます。こちらは前回に続き仙台山形線の袋の動画ですね。前回は山形蔵王インターから笹谷峠トンネル、あの辺ですけど、こちらはね村田ジャンクション、山形道から東北道に入るとき村田ジャンクションを通るんですけど、そこを越えてもう東北道に入ったところですね。こちらは東北道ですね。東北道に入って今仙台に向かってるところですね。今回もねこのバスのエンジン音、セレガーラA09C のエンジンサウンドを楽しんでいただければ嬉しく思います。 A09C は7速マニュアルの 8.9 リッターエンジンですけど、まあ、力ないってね言われてますけど、まあ昔のねかなり力なかった V8 でもね、V10 でもいいですけど、力なかった時代に比べればね、まあ360馬力あるのでそこそこね走りますね。これより上のね E13C は450馬力のトルク200なのでね、トレーラーヘッドと同じスペックを誇っているので、あちらはねバンバンと行きますけどね。まあまあこちらもね普通に走る分、高速走る分にはね問題ないと思います。僕も運転してて、まあまあ高速道路はねいいんじゃないのかなって思いますね。だが山道はね結構きついんですよね。一般道の山道、まあスカイラインみたいな道路あるじゃないですか、まあ、ガッサンとか、まあ、いろは坂にしたって、まあ紅葉ラインとかいろいろね、まあ、箱根でもいいですけど山道、そこだとねやっぱりねちょっときついものがありますね。まあエアロエースの8速 AMT シフトパイロットの方がちょっときついかもしれないですけどね。こちらの方がね、それから比べればこっちの方がいいかな。はい、今東北道の都合かな、付近ですね。はい、こちらは東北道仙台宮城インターを降りたところですね。降りて48号線の西道路に入っていきます。ここの映像はねもう何度も載せてますけどね、まあまあまあ何回載せてもね、まあ、エンジン音楽しむ分にはいいかなと思います。まあこれから仙台の街中に入っていくんだぞー的な、なんかこう躍動感というかそういうものをね感じますね。まあ何回も走ってればねそんなことは全く思わなくなるんですけど、まあでもそういう気分味わえるところですよね。48号線、ここは自動車専用道路なので、まあ非常にね高規格な道路です。降り立てクリュこの辺はラーメンうまい水沢やったからね。ありますね。
あ、いいよ。あら、あー、いたいた、お客さん。いるね。いやー、相変わらずの時間帯になったな、これ。この間、それこそあのバスでここ走ってたのよ、この時間帯。
山形の柔らか燻製卵スモッチをご存知ですか？今話題の山形お土産なんですよ。一口食べれば口いっぱいに広がるほのかなスモークフレーバーが病みつきになります。ネットからのご注文発送も行っております。まずはスモッチ山形でご検索ください。おつまみにお土産にスモッチをぜひご賞味ください。産みたて卵と卵たっぷりスイーツのお店卵の国いでは本舗もよろしくです。そうだよ、そこも取っておくべ。終点も近いですね。ここで譲ったな、そういやバス。そうそうなんだよ。そうそうそう、まさにここで。あ、まるちゃん。そうそうそう、ここだよ、ここ。乗ってたら。うん。そうそう、そんでる。なかなか出らんにかったんだよ。あ、そう。UD じゃね、これ。UD。うん。あと70何個だから。うん。ねえ、まさに同じルートで、こっちはほら、あれ、あっち行くけどね、山子バスはぐるっと回っけど、でもね、降ろすとこはあそこだからね、例のとこだからね、同じだから、ハマったとこだからね。トマトさん揺れましたでご注意願います。風邪気に揺れましたでお捕まり願います。揺れましたでお捕まり願います。はい、長らくのご視聴ありがとうございました。またこういった動画出していきますのでよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。はい、はい、長時間の動画視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。